こんにちは、カラス卓球のなるとみです。吉田です。長安です。今回は木原さんのハイブリッド MK プロを押し出していきたいと思います。工事に下がった時なんかは51度という硬さになりますので、少し硬さが出てしまいます。なので工事に下がった時はしっかりスイングのできる選手におすすめだなというふうな印象を受けました。中陣ドライブに関しましては、やはりハイブリッド MK のシートの引っかかりの良さが目立ちますので、非常に安定感はあります。またかなり硬いスポンジになりますので、ボールも深く入ります。相手の取りにくいボールが打ちやすいと感じました。ハイブリッド MK プロで簡単といった感想なんですけれども、やはりこう硬さが出てしまいますので、こう角度が少しシビアになるような印象を受けました。ただやはりこのシートのもちもち感といいますか、大きなスイングでカウンターを打つ選手よりかは、小さなスイングでコンパクトにカウンターをする選手に向いているような印象を受けました。大きなスイングをしてしまいますと、オーバーミスの原因になりますので、大きなスイングの選手は少し台から下がってカウンターをすることをお勧めします。以上です。ハイブリッド MK プロでループドライブを打ってみたときなんですけれども、やはりこのシートの、もちもち感、しっとり感、すごいその引っかかりがよく感じますので、ものすごく回転のかかったループを打つことができます。ただ引っかかるんですけれども、スポンジの硬さの影響もあって、弾道がそこまで高くなりすぎず、低い弾道でループをしっかりかけることができるので、かなり質の高い、相手からするとカウンターとかしにくいボールが打ちやすいと思います。次にスピードドライブを打ってみた感想なんですけれども、あまり面をかぶせて打ってしまうと少し球離れが早いので、ネットミスをしてしまう可能性があります。気持ち上方向に少し面を起こして打ってあげると、ものすごいスピードでボールを打つことができて、それも低い弾道で突き刺さるようなドライブを打つことができるので、一撃で打ち抜くようなボールが打てるラバーだと思います。このラバーを使うおすすめのプレースタイルなんですけども、今まであった普通のハイブリッド MK と比べてかなりスピード性能が上がっているラバーになるので、もうガンガン打ち抜くぞというプレースタイルの方にぜひ使ってほしいラバーだと思います。次にこのラバーに合うおすすめのラケットなんですけれども、今アウターカーボンのラケットに合わせていて、かなり球離れが早く感じてしまうので、ものすごい威力は出るんですけれども、コントロールが若干難しいような印象があります。ですのでバランスを考えるのであれば、フォーティのフォースプロ DC インサイドのようなインナーカーボンに合わせると、より回転もかけやすいですし、スピードボールで打ち抜くこともできますし、バランスよく整うのではないかなと思います。
この表はスタッフが指導した異なるラバーを勝手に性能表にしています。右に行くにつれて回転がかかる、上に行くにつれてスピードが出るというような表を作っています。その中でも粘着ラバーは20丸の外枠が赤くなっています。今回のハイブリッド MK Pro なんですけれども、ここです。回転はディグニックス64と同じぐらいかかると感じました。スピードはラクザ WX と同じぐらい出ると感じたので、今回はこの位置になります。この表がアウターカーボンのキモボール ALC に合わせているので、今回のハイブリッド MK Pro と合わせてしまうと非常に玉離れが早く感じてしまったので、この位置にしましたが、おそらくハイブリッド MK Pro がインナーカーボンとの相性が非常にいいと感じましたので、そういった組み合わせですとおそらくこの辺りのポテンシャルを持つラバーだと思います。以上、ハイブリッド MK Pro の品動画でした。バイバイ。バイバイ。